皆さんこんにちは、中川祐樹です。今日は太ももとお腹まとめて細くしていくストレッチのご紹介です。ぜひ一緒に頑張りましょう。股関節を使いましょう。ヒップアップに効果的です。しっかりと踏み込んで、前と後ろ、息を吐いて、吸って、吐いて、吸って。踏み込んだ時にどこに力が入ってますか？前の足のお尻や太もも、どうでしょうか？つま先やふくらはぎはあまり踏みしめすぎないように軽く地面を支えておくだけ。いいですよ。体の中心に近いお尻しっかり使っていきましょう。もう一息です。逆足を前に置いたら同じように繰り返します。しっかりと足裏に重心かけて、前と後ろ、前に体重をかけるとき足全体に力が入っていきます。股関節から曲がっていくのを感じて、そうそうそう、いいですよ。足の幅は腰幅ぐらいです。慣れてきた方は狭くするとバランスのトレーニングにもなります。難しい時は壁や椅子に手を置いてバランス取りながら繰り返していきます。膝が痛い人はタオルとか引いてくださいね。無理せずに繰り返していきましょう。大きく足を開いたら股関節を伸ばしていきます。足の付け根、腸腰筋のストレッチ。軽く上下に動きながら足の付け根をしっかり伸ばしていきます。できれば後ろの膝は伸ばせる範囲でピーンと伸ばしましょう。もちろん辛い時は曲がって大丈夫。しっかりと伸び感が強まる角度剥がしながらやっていきましょう。深く長い呼吸は忘れないで繰り返していきます。逆足も同じようにストレッチ。左右で伸び方の違いがないか感じ取りましょう。足の付け根を伸ばしていきます。軽く上下に動きながら股関節を柔らかくしていきます。少し胸張って綺麗な姿勢です。いいですよ。皆さん姿勢見えてますからね。綺麗な姿勢忘れないでください。そうそうそう、深く長い呼吸で何度も何度も繰り返す。辛い時は後ろの膝地面に置いてもらっても大丈夫。無理せずマイペースに伸ばしていってください。足を絡めたら膝を左右に動かしてお尻の筋肉を伸ばしていきます。ヒップのストレッチ。ゆっくり左右に膝を動かしたり、自分の方に膝を引き寄せたり、いろんな動きを試しながら、どうやったらお尻が一番伸びるか感じ取ってください。引っ掛けてる側の足のお尻を伸ばしてますよ。お尻のちょうどエクボの部分です。もも尻を作るのに必要な筋肉、中殿筋をしっかりと伸ばしていきましょう。OK。 足を組み替えたら反対側も同じように繰り返していきます。美しい姿勢のままお尻のストレッチをしましょう。体を固定してしっかり下っ腹に力を入れます。体幹で姿勢を安定させながら膝を左右に揺らしたり前後に動かしたり、伸び感強まるところを探していきます。身長高く綺麗な姿勢ですよ。いい感じ、いい感じ。美しい姿勢のままストレッチをすると日常生活も姿勢が変わっていきますからね。足を万字型にして持ち上げていきます。しっかりと高くヒップアップをしていきましょう。高くお尻を持ち上げて股関節から動かします。上と下へ深く吐いて、吸って、吐いて、吸って。外側に開いたガニ股側の足、このお尻に力入ってますか？いいですよ。お尻に意識を持っていて、その調子、その調子。股関節を柔らかくしてヒップまで持ち上げていきます。今の開き具合感じておいてくださいね。反対の股関節の柔軟性も確認しましょう。開き具合に左右差はないですか？しっかりと股関節を柔軟に。高く持ち上げて上と下へ。足の開き具合や
上げる時の力の入り具合、左右差がなかったか思い出してください。苦手の方は頑張ってたくさんしましょう。もちろん辛くなったら休憩していいし、バランス取るのが辛い時は椅子や壁に手を添えてもらって大丈夫です。無理をする必要はありませんから、昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。もう一息です。膝立ちのポジションに上がって下がって繰り返していきますよ。ヒップラインを美しくしていきます。股関節から曲げ伸ばし、お尻を突き出すときにお尻に力入る感覚わかりますか？体を倒すときはお辞儀をするように股関節から折り曲げます。これができると姿勢も美しく、そして普段のお辞儀するときの姿勢まで綺麗に変わります。所作が綺麗に変わっていきますよ。人の体の動きは股関節が起点になっています。休憩中も綺麗な姿勢を保っておきましょう。そして深呼吸も忘れないで、次の種目の準備をしておきます。さあこの調子で頑張っていきますよ。どうですか？疲れてきていませんか？しんどいのはみんな一緒です。辛い時は休んでもいいからマイペースに頑張って。筋肉を使っている感覚や伸びているところに痛いなって感覚ありますか？その感覚、実は筋肉が喜んでいます。痛気持ちいい範囲で繰り返していきますよ。その調子です。膝を曲げて足を後ろに引きます。太ももの前のストレッチです。もも前を柔らかくしましょう。お腹に力を入れて膝を後ろに引いていきます。下っ腹薄く、膝を後ろに引くとき腰の反りが出てしまうと効果が減ってしまいます。できるだけお腹引っ込めたまま膝を後ろに引くと、もも前の伸びも強くなってくるはずです。感覚はありますか？いいですよ。その調子その調子。もう一息です。反対側も同じように伸ばしていきます。軽く膝を後ろに引きましょう。下っ腹は薄く引っ込めたままです。美しい姿勢のまましっかりと足を引いてもも前全部を伸ばします。引いた足の位置を少し内側外側ずらしたりしながら、伸びが強まるところ角度を探してください。同じ筋肉でも少し場所を変えるだけ、角度を変えるだけで伸び方がしっかりとね変わっていきますからね。ラストもう一呼吸いきましょう。片膝をついたら膝の方向に上半身をひねっていきます。しっかりと脇腹にくびれを作りましょう。バランスを取りながら体をツイスト。しっかりと脇腹、そして前に置いた足の内ももに力が入っていきますよ。深呼吸をしながら深く吐いて吸って吐いて吸って。バランスを取るのが難しいときは壁や椅子に手を置いて支えを使いながらやっていきましょう。椅子に座ってやってもいいですからね。そうです、足を入れ替えて反対側です。しっかりねじりを加えて脇腹ぎゅっと引き締めていきます。深く息を吐きながらツイストを吸って戻せ、繰り返しながらしっかりとお腹にくびれを作っていきます。バランスを取りながら行うことによって体幹の能力も上がっていきます。バランス能力が上がると体幹周り、お腹周りの筋肉もキュッと引き締まっていきますよ。やっていくうちにちょっとずつバランスも取れるように変わっていきますからね。そうです、いいですよ。お疲れ様でした。頑張ったあなたにプレゼントが2つ。習慣化カレンダーと毎日のストレッチメニューです。ぜひ概要欄から LINE のお友達追加をしてもらってプレゼントを受け取ってくださいね。動画を見て実践すればみるみる痩せ体質に変わっていく、そんな知識を学べるオンラインサロン、既にたくさんの仲間が理想の体型を手に入れています。ぜひあなたも概要欄から1週間無料体験をしてみてください。あなたのご参加お待ちしています。